んこんばんは。どうもロミピです。今日もね、仕事帰りにね、ちょこっとねコンビニに寄ってきたんですけども、したらね、まさかのまさか買えちゃいましたよ。ババン。本日発売、ルビーチョコレートのショコラケーキ。はい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 、こんな感じっすね。じゃあね、早速食べていきたいと思います。で、今回のねショコラケーキ開けてみるとこんな感じですね。おそらくルビーチョコレートのホイップで、なんかこの赤いのが散りばめられてます。で、3層になってますね。ショコラケーキです。はい、盛り付けてみるとねこんな感じですね。断面は一番下にスポンジがある感じね。で、なんかね、どうやら中にね、このルビーチョコレートのガナッシュだっけ入ってて、で、ダークチョコレートとミルクチョコレートのね、なんかホイップ、ホイップなのかな、この層になってるところがあるっていうところみたいなんで、まずちょっとこれ、真ん中から切ってみましょうか、一回ね。はい、今ね真ん中から切ってみたんですけども、一番上のねチョコソースがねすんごいトローンとしてね、流れてきちゃったんですよ。これですね、この真ん中にあるのがルビーチョコレートだと思いますね。じゃあね、早速食べていきましょう。いただきます。まずじゃあ、どうしようかな。まずね、一口見てみます。本当にショコラケーキだわ。今回のはめちゃめちゃチョコレート、濃厚なチョコレートって感じだね。いや、これうまいな。ちょっとこの、じゃあこちらのさ、このムースの部分ね、これちょっと食べてみようか。どんなもんなのかね、これね。これちょっとじゃあ食べてみますね。なんかあの赤いつぶつぶのやつは、これフルーツだな。ドライフルーツみたいな感じ。このムースに関してはなんかね、前回食べたルビーチョコレートのような味があんまりちょっとわからないな。今回はでも本当にチョコが強いのかもしれない。じゃあね、次この3層になってるところね、ここじゃあ行ってみましょう。あ、でもほのかにルビーチョコレートの味するね。うまい。前回ね、あげた動画ね、もう急遽上げることになってしまって、今日ねこれ変えちゃったもんで、やること一緒なんですけど、またね今日もウイスキー水割りで合わせてます。あ、でもね、今回のこれは前回のロールケーキよりもね若干安いんだよな。これ20円安いです。20円安くて、チョコ感が強い。本当にショコラだね。いや、そういうことか。でもこの真ん中のところのなんかね、え、じゃあ行きたいよな。こういう感じで行ってみたらじゃあどうですかっていうところ、多分一番ここがルビー感があるんじゃないかなと思うんでね、ここじゃあ行ってみます。ルビーチョコレートの味、ヨーグルトっぽいな。わかんねえ。今回マジでチョコレートが強すぎてわかんねえけど、とにかくウイスキーにはめちゃめちゃ合いますね。これウイスキーロックでいいかもしれない。すっごい濃厚なチョコです。しかも今回はさ、もうさ、3兄弟揃ってですからね。ダークチョコ、ミルクチョコ、ルビーチョコってね。まあ、本当は4兄弟なんだけど、ホワイトどこ行ったっていうね。
この部分をホワイトにしてあげればよかったのに、なんか仲間外れにされてるからね。まあ若干でもホワイトチョコレートとルビーチョコレートの味が俺似てるなって思ったとこもあったんで、そういうとこも意識してのこの今回のショコラケーキになったのかもしれません。あのね、個人的にはね、見た目はこっちの方が可愛らしいです。で、特にその今後ね、クリスマスとか近くなってくるんで、すごくねこういう可愛いケーキってね増えてくると思うんですけど、今回のこのルビーチョコレートを使ったって歌ってる割には、実際自分的には前回の方が美味しかったかなって思ってます。でもね、もちろんこのチョコレートの濃厚なね味、これはね本当にお酒に合うんでね、これはねウイスキーロックですね。ロックに合わせて、夜のねひとときをね過ごしていただきたいと思います。まあそんな感じでね、またねこいつやりやがったってことでね、買い食いスイーツの巻でした。まあ前回もねお話ししたんですけども、ね、俺はこういうのにこういうお酒合わせてるぜみたいなね、私は実はこういうお酒を飲みながらこういうの食べてますみたいなね、そういうなんか人には言えなくてもいいんで、人には言えない自分だけの楽しみ方みたいな、そんなんでもいいんでね、ぜひねそういうなんか面白いのあればね、コメントの方で教えていただければと思います。それでは皆さん、これからも応援の方よろしくお願いします。それではまた。